はい。今回は Prime HD の MyAI を使用した Android OS 環境での設定方法、基本設定2として、前回の続きからの設定方法の解説を行いたいと思います。前回の動画の最後で Easy Setup を使用してスケジュールを作成し、 現在はこのような状態になっています。ただ、すでに説明を行ったように Easy Setup では、昼間、そして夜間のそれぞれの出力設定しかできないため、チャンネルごとの細かい出力の調整などはできないようになっています。そのためにこの画面で、 より複雑なスケジュールを設定する方法を解説していきます。現在のグラフの右の方にオレンジ色の線が表示されているのがわかると思います。この線はグラフ上をドラッグすることによって移動させることができます。ある時間帯に色の設定を行いたいといった場合は、 あらかじめこのオレンジの線をその目的の時間まで移動させた上で画面の下の方にあるプラスマークをタップしてください。するとこのような各チャンネルの出力設定ページが表示されますのでここで出力を調整して それでよければ画面左上のチェックマークを変更を取りやめる場合はその下の戻るマークをタップしてくださいこの変更を行うことによってどのようなスケジュールになるかはそれらのボタンの右側にある小さなグラフによって表示されています 今行った設定を確定したことで、スケジュールのグラフはこのようになりました。一度作成したこのような特定の時間帯における設定を消去したい場合は、そのポイントに時間を合わせた上で、この左から2番目のバツマークを押してください。 設定を行った時間帯を選択するためには、このように、オレンジの線をその時間帯に合わせるようにドラッグすることでも可能ですが、この時間の左右に表示されている矢印、 をタップすることで設定済みの時間帯設定済みのポイントを簡単に移動することができるようになっていますその右の戻るマークは直前に行った変更を 取りやめる場合に使用します。さらにその右にある丸に囲まれた三角印はスケジュールのプレビューとなっているのでスケジュールを作成した後に一度確認してみと思いますその右のゴミ箱のマークは グラフ上に表示されているスケジュールすべてを消去するときに使用しますたとえ間違って押してしまったとしても戻るボタンを押せばスケジュールを元に戻すことは可能ですので落ち着いて操作を行ってください続いて MyAI でできるその他の機能の まずオプションモードとして用意されているエフェクトですがこのように3つのモードが用意されています各モードを使用するためにはまずこのように右のスライダー部分をタップして有効か無効かを切り替え有効にしてください その上で、この部分をタップすると、より詳細な設定画面に移行します。MyAI における Luna モードは、設定した時間帯の中で、出力を自動的に抑える機能になりますので、 その時間を決めるだけの設定になります。ウェザーモードもルナーサイクルと同じように自動的に出力と色を変化させるモードになりますが、設定方法はルナーサイクルと比べると複雑になっており、 まず、ウェザーモードを発動させる時間を指定します。すると、下のような追加の設定項目が表示されるため、ウェザーモードの発動のしやすさと、出力のしを指定します。 この値は100になればなるほど、より発生する可能性が高まり、また、光が強く抑えられる可能性になることを表しています。アグリメーションは、鳴らし運転とも呼ばれるモードで、一定の期間を設定し、その中で少しずつライトの出力を上げていくモードになります。 これは水槽を立ち上げた直後や光に敏感なデリケートな生態を追加した時などに初めから強い光を当てて生態にストレスを与えないようにするためのモードになりますスターティングプロダクションパーセントとなっていますこれがアクリメーション初日における出力のパーセントになりますこの出力は 最終日に100%になりますが、ここで言う100%は、本来設定してあるスケジュールの出力と同じ値であることに注意してください。また、その他の機能として、パスワードの設定があります。例えば、現在のこの状況は、 同じ Wi-Fi を使用している環境。例えば、屋内であったり、家の近くで、MyAI がインストールされているスマートフォンがあれば、誰でも操作できる状態であるということです。Prime にアクセスするためのパスワードを設定する。その方法は、まずセッティングをタップして、 一番上の項目であるセットパスワードというところを続けてタップします。すると、現在のパスワードを確認で入力し、その下の2番目、3番目の項目でパスワードを指定していることができます。このパスワードはくれぐれも忘れないようにご注意ください。 もし忘れてしまった場合などは、プライムの初期化や、myAI の再インストールといった操作が必要になってしまいます。コントロールメニューでスケジュールの設定を行った後は、必ず、ダッシュボードのこの画面で、スケジュールの部分に丸がついている状態になっていることを確認してください。以上で解説を終了します。